おはようございます。カモンマテリアル、はい、マテリアルの坂部五郎です。カムイの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組はさまざまな才能のマテリアルを集めて、新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を、追求して発掘するための、番組でございます。はい、ということなんですけど、はい、はい、5月29日でございます。29ですね。はい、もう5月終わりですわ。終わりですね。はい、終わりですね。早いですね。ほんまにもうめちゃくちゃ早いですね、今月はね。いや、まあ、僕はあの10日間ぐらい動けなかった期間もあったりとかしたので今月は特になんか早く感じるんですけど、はい、でもね、29日なんですけど、僕29日じゃないんですよ今。そうですね。で、29日じゃなくて、はい、昨日の夕方にね、情報がボーン飛んで、はい、日本中が大騒ぎになったんですよね、はい、で、これなんですよね。ああ、はい、はい、はい、僕は、基本的に飲むのは16茶って決めてる、はいはい、人なんですね、うん、それなんでかっていうとそれをコマーシャルしてる人が大好きだからなんですけど、はいはい、もうこれもずっと公言してることなんで、はいはい、そうなんですよ。結婚しちゃったんですよ ね、はい、まあ、でも別に僕は、はい、全然その楽器ロスとか、はい、もう言っちゃったけどそういうのは全然そんなつもりはないので、はい、さらさら別に恋人と思ってるわけでもないし、うん、嫁もおるしね別にそんなことを真剣に語ってる人間でもないので、はいはい、ただ単にファンだっていうだけなので、はい、まあ結婚されてはよかったよかったって、おめでとうございます。おめでとうございます。本当に僕が言うのもなんなんですけど言ったところでって話なんですけど誰やねん誰やねんお前みたいな感じなんですけど、はい、まあまあね、いつ結婚しちゃうのかなみたいなね、周りがね、わーっとこうね、戸田恵梨香さんも行っちゃったし、はいはい、そうですね、行っちゃったっていう言い方おかしいけど結婚したし石原さとみさんも結婚したし、はいはいはい、さあガキいつなんでしょうみたいな感じやったのが、うん、まあまあ結婚してよかったねっていうのは、はい、まあ、正直なところなんですけどね。まあなんですけれども、これからやっぱり楽器を見る目がやっぱり変わってしまうんやなって、なんかそのバックに星野源を見てしまう俺みたいな、なんかああでも俺は16茶飲むっていう、なんかそういう感じで今日は僕置いてみたんですけど、はい、まあどうでもいい話ですけどはいはい、でもきっとね、この話に共感してくれる人がたくさんいらっしゃると思うんで、はい、ぜひ、皆さんいいねとコメントください16茶を飲みながらそうそう、みんな16茶なんか茶会かなんかやろうか16茶会かなんかやりましょうか、ぜひやりたいなと思うんで、興味ある人はぜひ、ご連絡いただきたいとご一報ください、はい、という感じの世の中なんですが、はい、そうですね、はい、まあまあ月末ですからね、はい、大阪はだいぶ落ち着いては来てるので、うん、まあ、ただまあまだちょっとラインとしてはそうですね、ね、もっともっとっていう感じ、ね、もっと抑えたいっていう感じですよね、はい、はい、なので、どうなるかなって今日の時点では、はい、まだ全然わからないんですけど、まだ、まあ、だいぶ今の時点でも落ちてはきてるけど、はいはい、月末で、どういう判断になるのかちょっとまだわからないなっていうところではあるんですが、はい、月末ということはですね、はい、月末ということはですね、はい、だからいつもの人がそこでコーヒーすすってるんですよ。飲んではりますねコーヒーすすってるわけですよ、はいはい、そうなんですよね、はい、なのでまあ呼ばなあかんのですよ、はい、呼ばなあかんのですよということで、はい、月末レギュラーでございます、はい、シスター K さん、はい、どうぞコーヒーも入れてください。コーヒー置いてったろかなネタいじってコーヒーやめとこかなと、ね、もうマテリアルのコーヒーもやめとこと思ってやっぱ持ってきた営業したらだなぁ思ってコーヒーはい、置いといてください、はい、はい、ということで月末レギュラーのしさけ、そんなことがあったよね。あ、そんなことがあったんですよ、はい、全然知らへんわ。あ、もうどうでもいいからねそう、ほんまに浮気やで。何が、ね、何が女の人からするとその感情、はいはい、いや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 全然全然ファンっていうだけの話、公開浮気して何やねんそれ、浮気なわけない、向こう何もないのに。やけどな、そんな恋されたら、いや恋ちゃう、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 恋は星野源の歌やからはい、という感じで今日はですね、今日はですね、歌うの、歌うっていうか、なんか忘れてない、忘れてへんねん、お昨日も言ってくれたし、あやったやった、すごいすごいすごい、歌詞も
箇所をね、うん、おやった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 、持ってきた持ってきた、持ってきました持ってきました、やったー、あのね、今日の歌のそのコードを取ってね、そうそう、一生懸命書いたやつちゃんと持ってきた。あーすごい、しかもその一回駐車場から出た時に、あ、譜面立て忘れた、取りに帰って持ってきたから、すごい、バッチリバッチリ、すごいね、取りに帰って、取りに帰った、思い出してね、うん、やった、バッチリやね、今日はほんじゃん、バッチリやね、で、歌うということでね、じゃあ、はい、そうなんです、それだからなんか一応ね、今までほら、歌ってくれたりプレゼンしたりとか、うん、いろいろやってくれてたんですけど、今日は、1曲だけなんですよね。そう、なんか毎月レギュラーになってから、うん、あの10分の間に詰まって2曲入れるのもまあまだ3、4、3回ぐらいしかしてんやけど、ちょっと、うん、いや、これよりもっといい案があるな、なるほどなるほど、で、なんか自由に10分のなんか、うん、チャレンジみたいなしなくてもいいと、うん、はい、もう自由にってなったから、うん、これあえてもう1曲入魂の方がいいんちゃうかと、あ、いい、もうしかも、もうね、その月に合わせたもの、夏の歌、冬の歌とか、いいな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 、ね、私普段レゲエやけど、はい、日本人の歌とか、うんうん、っていうのはどうかなっていうので、はいはい、ぜひお願いしますって、今日やってみてみんなに聞こうとなるほどなるほど思ってみてる、はい、で、今日の歌がこの5月の5月だから歌ったんですよ ね、うん、5月の歌、はい、で、それはどういう意味合いの歌なんですか、はい、で、早速そんな言って5月の歌言ってんねんけど、うん、全然みんなはあんまり、あんまり5月ちゃうんだねそうやね、うんうんうん、っていうの持ってきてしもた、はいはいはい、初回やのにいや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 、でも意味があるもんね、ちゃんとね、そう、意味があんねん、その5月は母の日やったよね、そうそう、とりあえず、ね、母の日やったか、はい、母のために何か歌いたいなっていうのと、はいはい、あとちょうどお父さんの誕生日が5月なので、そうそう、4年前に亡くなったお父さんの、そう、あの太陽とのドロップキックのモデル、モデル、うん、あの結局出てけへんかったおっちゃんが実はお父さんだってね、お父さんとお母さんがずっと聴いてた曲で、うん、お父さんとお母さんの好きな曲といえばこの曲ぐらいしか知らんぐらいの曲をちょっとやってみようかな、なるほどなるほど、まあだからあれよね、これあのお母さんいつも、そう、いつもね、見てくれてるから、土曜の朝に見てるねだから振ってて、いやいやいや、お母さん、みんな振って、そう、あゆみちゃんも元気かな言ってたよで、で、その、お母さんに、まあ言ったらプレゼント、そう、ね、そうね、お父さんと、お父さんと5月中に、ね、はい、ありがとう、毎月ありがとう、ね、歌のプレゼントをするというのが今回の趣旨ということですよね、はい、いやいや、もうね、それは素晴らしいですよ、だからやっぱね、あのお父さんもね、その、まあ、4年前がんで亡くなられて、うんうん、で、まあ、その前ね、やっぱ闘病生活も長かったし、7年ねえ、うん、ねえ、うん、仕掛け8年 でステージ4で7年生きてるの、そう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 、めちゃくちゃ頑張った、そう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 、家族総出で、そう、みんなで頑張ろうって、ね、頑張って、で、まあ、あの残念ながらその映画着手する手前で亡くなっちゃったんで、映画を見てもらってないんですけどね、そうなの、ね、しかも私もその間にがんになってるから、ああ、ほんまや、そう、お前は死ぬな言ってたからお父さんなんでお前もがんやねん手怒られても、手怒られてもな、もうしょうがないけど、ね、お前の方が赤いやんけ、都市的に言ってたまあ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 、まあ、それもまあね、まあ、あのなんとか克服して、まあ、そう、今ここ、私も一緒に頑張って、うん、ね、うん、そうそう、で、で、そのお父さんお母さんがね、ずっと好きで聞いてた、そう、なんかめちゃくちゃ口うるさいしね、お父さんお母さんって鬱陶しいわって思うけど、うん、結局好きやんな、うんうん、いなくなった寂しいし、やっぱり感謝してるっていうの、ね、普段は分からへんけど、うん、それをちょっと気持ちを落ち着かせて、うん、感謝をする日が1年に1回でもあればいいんかなって思ったり、はい、してきますね、まあまあ、ということで、うん、今から歌の名前はぷかぷかという歌でございます。まあ、あの知ってる人知らない人いると思うんですけど、うん、ぜひまずは、彼女の歌聞いてみていただいて、はい、で、お母さんまた聞いたってくださいということで、歌いたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、
今日は5月ということで、お父さんが5月の11日誕生日で、母の日もあったのでね、お父さんとお母さんの思い出の曲をちょっとトライしてみようと思ってます。ちょっとドキドキしてますけど一生懸命歌ってみます。リーダーも知ってるかもしれないです。ぷかぷかっていう曲ですね。はい、じゃあ行きます。あんたとあたいの
時わかるまで、あたい占いやめないわ、スタ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 。ありがとうございました。はい、ということでお疲れ様でした。拍手が多い。今までで、ね、一番拍手が多い。いやいや、よかったよかったよかった。いや、めっちゃ難しいわ。いや、難しいわ。あれはむずいわ。あれはね、ウクレレではむずいわ。コード多いし、弦4本しかないし。いやな、いやな。ごまかされるし。あれはね、きついな、確かにな。すごいきつい、きつかったよ。うん、しかもね、あの、忘れてた。何を忘れた。まあ、あの、知ってんねんけど、俺も一応さ。何忘れたか知ってんねんで。うん、歌の中で忘れたんちゃうな。いや、もう一番もうウクレレどころかも大事なもん。ウクレレも音でもそれなかったらできへんのか。何忘れたんですか。え、チューナよかったね、耳よかったからな。耳よくてよかった。よかったね、耳でした。応急処置、耳でした。でちなみに、今何履いてはるんですか。そう、ほんでな。なんか歩いとったらペチャペチャするな。郵便物を取りに行くだけのスリッパ履いてきた。あの、あれな、玄関とか置いてあって、そうそう、あの郵便ポストまでもう本当にあの5メーターない、3メーターぐらい、ね、そう、常に玄関のセンターおるからさ。そのままスーッと履いて、そう、スーッと履いて、遅れる遅れる言って、シャッシャッパーって言って。スリッパや。で、あのあれ、あの何、ガレージで車置いて降りた瞬間に水たまりがあって、びちゃ冷たい、スリッパ。感じになってて、一人で、うわ、スリッパ、ガチャンしてみた、あ、スリッパ、あ、譜面立て忘れとった。もうむちゃくちゃやで。いや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 、まあまあ何かね、アクシデントが必ずね。いや、もう来月はどんなアクシデントを、用意してくれるのか。いや、もうないでしょ。で先月も言っとったやんな。いや、ほんまにもうだって大体全部なくし忘れてる。いや、そうやね、そうやね、もうほんまに嫌になる。まあ、一番びっくりしたのは、やめとこう。これか。もしや、これよ。で何も言わずに今日はプレゼンみたいなの見てたってね。そんなこともありましたけど、はい、いやでもね、本当にあの何やろ、あの気持ちのこもった、あの心の温まる曲というか。でも5分6分歌っただけやのに、うん、めっちゃ汗かいて。いや、そりゃそうよ。いやいや、まあ、弾き語りってそれなりにね、やっぱりね、緊張するもんですしね、うん、何より、あれ別にウクレレの曲ちゃうからね。そうやで、ギターベースやからね、あれもともとね、フォークソングですからね、あれはね。はい、なので、まあ、どんな歌かは、あのどんな曲、どんな意味合いの曲か、またこの辺にちょっと書き出しておくので、はい、あの読んどいてくださいって感じなんですけど、はい、まあ、お父さんお母さんの思い出の曲を、そうですね、まあ多分見てらっしゃるだろうお母さんに向かって、あ、あやめちゃんいるよ。元気です。ということで今日は送らせていただきましたのでね、マザーズデーのある、はい、5月ということで、そうね、お母さんに向けて歌わせていただきましたという、はい、また来月6月はね、考えるわ、また次の曲を、今真っ白やから、はい、うん、今真っ白やから、用意してきてくれるんで、また来月の月末、6月の月末ですね、ぜひ皆さん楽しみにしておいていただければと思います。 います。はい、どうもありがとうございました。はい、じゃあ、あゆみ、はい、おはようございます。おはようございます、はい、はい、お店の情報を持ってまいりました。持ってきた。ないです。この野郎手ぶらできやがったな。緊急事態宣言を上げてくれたらね、なんとかね、いろいろ動けるかなっていうのは、はい、まあ、もう一歩やと思うんですけど、うす、ね、もうちょっと皆さん我慢してください、ね、はい、我慢してください、はい、はい、ですね、ということで、はい、はい、ほんまに帰るのか。ほんまに帰る。とりあえず。ですよね。だって今何を言ってくれない。はい。まあ、とりあえず YouTube ね。はい。また見ていただければと。はい。思います。よろしくお願いします。はい。帰ります。はい。
はい、高橋さん。はい、おはようございます。最速ちゃうか今。はい、シネマコミケーター高橋です。よろしくお願いします。というのご覧でございます。ちょっと時間あるからね、ちょっと頑張ろうかなと思います。まあまあ今日新作計算来てるので、ね、一応音楽映画。を持ってきましたが、まあ、音楽映画というよりは、はい、まあ、男性映画ですね。あー、ね、はいはい、はい、で、ちょっとご覧くださるの続きあるんですけど、1本目お振ったー、フットルース来ました、来ました、これ、はい、1984年7月14日日本公開ですね。監督ハバートですね。グッバイガールとか、ね、いろんなアカデミー賞の作品としてまして、まあ、ケビン・ベーコンね、出ててね、もうこれは皆さん知ってる話ですよね。あの田舎町に高校生が来て、こうなんかちょっとさびれてたんで、ちょっと賑やかしようかって言ってダンスでワーワーするっていう作品になります。これね、あのサントラ版が日本でオリコン、はい、洋楽アルバムチャート、はい、18週1位。いや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 、だってもう、なんやろ、だいぶ長いこと聞きましたよ、ね。ケニー・ロギンス、ね、ケニー・ロギンス、ね、トップガンとね、はい、一緒にね、なんかこの人が踊ったら流行れないかっていう話ですけどね、はい、でこれは実は、はい、あの以前あの奥さんの誕生日の話しましたけど、はい、愛と青春の話しましたね、はいはいはい、これもまたあるんですよ、今。いや、行ったんすか、これ打ったんですね、2人でね、はいはいはい、あんまり映画見ない人なのに、うんうん、私と言ったのが2回目だったんですよ、はい、ウッドルスね、ウッドルスね、自分知ってるじゃないですか、うん、ね、ほんならもう熱いこの曲がかかると思ってね、うんうん、足踏みしはったんですよ、そう、イラッとしたんですよ。あんた、あの愛と青春の旅立ち見て、うん、お尻痛くなったのに、はい、フットロースを足踏みするからね、おとなしくせえっていうね、足を抑えましたらね、余計に激しくなったというね、そういう思いでございます、はい、があります。でもな、仲悪いんだ。でもなんでね、それをね、あの言ったかというと、うん、もう一本ご紹介します。あ、来た、はい、来ましたよ、これフラッシュダンスです。いや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 、はい、これ、1983年ので、はい、1年前ですね、はい、フットロースの1年前の、はい、夏休み、中1の時、夏休み映画ですね。この時も南極物語とかね、カドカ映画日本とかね、はいはいはい、あのいろいろあった年かな、多分、はい、あの映画館がすごく賑やかになった映画ですね、はいはい、これは、まあ、エイドリアン・ライン監督で、はいはい、ジェニファー・ビールズとかね、はいはい、が有名になった、はい、もう皆さん知ってる曲でね、空で歌いますよ、ね、ファッタ・フィリングね、やってるね、はい、あれこれ行った時にね、無反応やったんですよ、うん、奥さんが1年前、うんうん、その恨みがあって、うん、さっきのフットルースで足踏みがイラッとしたんですよ。じゃあこの時マニアックがなった時に足踏みせえよっていうね、そういう思いのこの名作日本をけなす夫婦でございますけどね。はい、ただね、このエイドリアン・ライン監督が、はいはい、ジェイコブス・ラダーっていう映画でね、はい、日本来た時にちょうど試写会出て、うん、ご本人、うん、舞台見てたんですね、はいはいはい、それだけの話です、ね、はい、ただもう本当にそんな、私はフラッシュダンス派なんで、はいはい、フットルースも一応 DVD 持ってますけど、はいはい、またあれ、はい、あのアイリン・キャラの来日公演を見に行ったという、またあの、はい、この間、はい、ゲットダフの話、はい、微量者の話ね、はいはいはい、1曲だけのために行ったね、はい、これパッドフィールのために行ったという、はい、でございます。なるほど、パッドフィールでも2回歌ってもらいます。あー、素晴らしい、高かったな、はい、俺も、はいはい、皆さんね、もう名作なんですけどね、はい、あの皆さん夫婦でね、はい、ちゃんと見てほしい日本でございます。ステイホームで見てほしい日本でございます。はい、はいはい、ありがとうございました。はい、ということでエンディングでございます、はい、なんかもう今日駆け抜けたな。なんでやろうな、なんでやろうな、月末いつも俺なんかランニングしてる気分やねんけど、どうしてやろうな。はい、あ、ランニングね、うん、あ、出た、ランニングしてるんですよ、はい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 、ランニング走ってるんですよね。そうなんですよ、この間言ってましたよね、あの20キロ走って、待って、通信で言ってました、20キロ20キロ、ハーフマラソンよ、チャレンジしだして、うん、うん、何？いや、治ってますけどね。ああ、こけたんや。こけました。夜道で。ああ、夜道なー。夜道いかんなー。8キロぐらいにしてんで。はいはい、はい。これ12キロ違う。それはなんでな、そのなんかつまずくもんかったの？それとも膝がかくよ。でこぼこ道が。ああ、なるほど。完全に右足つまずいて、左足つまずいて。血だらけだ。そう、それ大将軍、大将軍の話。ね、あ、どこなんだろう。つもり、つもりの方かな。あ、つもりか。いつもの道？初めての道。なるほどね。初めての道。どこまで行くかっていうので、ね、チャレンジしようと思ってね、やっちゃったっていうやつですね。そうそう、何になりたいの？あ、ごめん。そろそろ何になりたいんだろうね。はいはい。
頑張ってます、はいはい、僕ね最近ね、ウォーキング頑張ってるんですよ。じゃあでもね、あのね、ランニングを無理してやるより、歩いて汗かいた方がいいなっていう、はいはいはい、で、まああれなんですけど、その実はうちの奥さんも感染してたんですよ結局。僕が隔離される前にやっぱ感染しちゃってて、でも軽症というかもう ほぼ 無症状で、まあ、ちょっとね匂いが今感じないらしいんですけど、味は分かるけど匂いがせへんみたいな感じなんですけどね。で、なんですけど会社の規定で、はい、えらい長いこと出れないんですよ、はいはいはい、で完全に陰性証明ができない限り出れないんでっていうのがあって、今ずっとリモートワークっていうか家でずっと仕事やってるんですよね、はいはい、ほんならね家でねもうパソコンの前が動けへんのですよ、はいはいはい、で飯食うのにリビング行って飯食って、でそのパソコン置いてる場所行って、うん、仕事して、でもう結局ずっと家の中におるから、はい、これこのまま大丈夫かいう話になってて、その要はね仕事行って帰ってっていうのだけでも結構しんどいじゃないですか、はいはい、歩くから。でちょっとこれあれやな、鳴らすために、うん、歩こうぜって言って昨日、わざと夜をね夜マック買いに行こうって、はいはい、駅前まで2人で歩いて行って、うん、で帰ってきて、どれぐらい10分ぐらいですか。駅までは8分ぐらいだから、まあまあ8分ぐらいですね。行って帰ってて20分歩かないから、はいはいはい、あでも汗かきますよ。いい感じ、いい感じ、いい感じ。そう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 。そういうのもね、いいですよね。たまにはね。そうですね。はい、家の近所歩くのもね、うん、いいと思います。そう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 。まあそういう感じでね、皆さんも多分同じ状況の人たちいると思うんですよ。はいはいはい、まあ、ね、コロナ陽性どうのこうのとか、そういうのは置いといて、リモートワークで、そうですね、なかなか外出てない人とか、動かない、ね、動かなくなった人、ね。そう。で、ウーバーイーツとかで全部ね、持ってきてもらってとかやってたら、なかなか動かないじゃないですか。はいはい、そういうのを目的にして別にね、はい、運動してもいいじゃないですか、ね、そうですね、はい、ということなので、まあ、皆さんもまあよかったらね、はい、別にマックである必要ないであるから、よかったら健太行ってもいいですよ建築行ってもいいんですけど、はい、ミスドでもいいんですけど、はいはい、という感じでございますね、はい、はい、ということで、まあ、今月、ね、5月もね、今日で終わりということなんですけど、はい、また、来月、はい、いろいろね新しい企画も実はございますので、皆さん期待していていただければと思います。はい、はい、ということで、本日はこれで終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、また来週。